さあ打撃の職人落合が登場します。今日は落合ですが、4年連続首位打者まで相当道のりは険しくなってきました。ノートゥーです。これじゃあちょっとね、追いつきそうにないと思いますがね、この人の持ち味はしわちょっと無理なような気がします。落合です。最初の打席は何かこう生きたボールを見に行っただけという感じの、見送りの三振でした。まあ、でもやはりまだね、完全にの打ち込みはそう少ないですよね、はい、実戦の球をですね、なんかはもう十分ね開幕を目指してますからね。第1打席は6球投げて見逃しの三振。まだ山崎さん1回もバット振ってませんよ。ただボールを見るだけっていう感じですね、うん、今ね。おお、際どいところ。これコースがやはりこういう生きた球を見て、どんどん緊張感を持ってくるっていうのも大事ですね。結局生きたボールを見てきた。山田ショートゴロに倒れています。これはちょっと配球を見てみたいですね。インサイドシュートボールですよね、はい、そして落合は因縁対決ですよ。牛島対落合、これは注目で す, です、ね、見物です。さあどうなるか。これは因縁試合なんですよ。押し切ったピーコス、これは大切ですよ。今さんにとっては幸せなんですけどね。一回首を振りました。ゆいたま、読みですね、はい。第1打席はファウル1つの後打ってショートフライ。第2打席はノースリーから打ってファーストフライ。ボール2、真ん中ワニエンド2、ちょっと見たんですね。近めボール1、3。なんとしても三冠王を取りたいという落合。これはね、大切にしなきゃいけませんね。そういう時皆さん、私はねこういう話を取材したんですが、はい、フィルダーがエレベーターの中で、あなた今日あそこで全力疾走しなかったじゃないのと真剣に怒りました。高いボールです、ですからそういうので余計その打ち損ないといいますかね、はい、そういうものが出てきますよね。ですから落ち合いですからね、です。この打席入る前もちらっと関根さんの方を見て笑っていました。そうするとこの打席ロングを狙ってきてますか。はい、右の方が楽にホームランを出てますよね、そうです。オールパシフィックは山沖田村のバッテリーです。今度はまっすぐ三振取ってほしいですね。さあ、ツーアウトランナーセカンドで落ち合い、第1打席ショートフライ、どういう組み立てでいきますか。落合はもう初球2球目はまっすぐ狙いじゃないでしょうかね。追い込まれてからいろいろ考えるんでしょう。フォークで来ておいてまっすぐで勝負と、はい、まっすぐ、フォークボール、ああちょっとこれがボールになりましたね。今野茂の気持ちの中にはそれがあったでしょうね。ワンスリーです。その後佐々木のホームラン、清原ツーアウトが115試合目になります。じゃないんですか。試合。落合がオールスターで4番で先ほど話しましたがね、今これ落合選手ですよね。トップなんですね。ああ、これははっきり外れてしまいました。ああ、落合が天を仰ぐ残念そう。さあキャッチャーアウトコースへ寄る。シュート、おっとインコースへの、さあジャイアンツの4番に座りました、通算60人目のバッターです。
落合がは明治大学の広沢克実選手があの田淵光一選手に並ぶホームラン記録、これが新聞史上を賑わしていました。いい試合ですね、本当オリックスの、この絶好調、これは日本シリーズでもなんか見たいような、対決ですね、はい、久しぶりに出るから2試合分十分に楽しんできたいという落合ですが、ツーアウトランナー3塁と変わっています。ノートゥーからこれでワンツーとなり、落合さあ工藤絞ってくるって言いますかね、はい、絶好のドアエンドワン、3球目カウントワンツーワンスリー、まず頼りの落合が崩れてきました。厳しい内角攻めがデッドボール、変な球投げんじゃねえぞ、ほら本当にボール投げてんだ本当に、シンパーマンもこいじゃねえか、お前も一回やる、司法だよ司法だよ司法だよ、もう一つやっぱりブツブツ言い出した、何を6時に試合が始まっております。名古屋球場です。今日は昨日からの徹夜組が、練習が、そしてまた試合が始まりました。また、まあ、鈴木さん、やはりやるときにはこの落合はやるもんですね。やりますね、集中力ってのは素晴らしいですね、決めていたと思うんですね、スタートイン、宇宙を払っていかないと、ワボーボってますから、そうですね、ですからその数字っていうのはすごいんですよね、あ大変なもんですね、ワンエンドバーを、ねね、打つことになるんですが、去年もとうとうロトと思われる記録ですからね、ということ盛んに粘ってます。これはどうか、バットは回る、その打球はいかにも落合らしい流し打ちだった。最後の感触を楽しむかのようなかすかな笑顔、華やかなセレモニーも何もなく、打撃を誰よりも追求した天才は静かにグラウンドに別れを告げた。